0から19までのマヤ数字マヤ数字は、マヤ文明で使用された数字である。テント棒を使い、5進法的であると同時に20進法的な、暗い乗力数法でもある。マヤ数字は、点を、1、横棒を、5として示す。横棒を使用する場合、例えば6は、点1個の下に、横棒1個、19は、点4個の下に、横棒3本であり、点が上で、 横棒が下になる。また、ゼロを表す文字には、貝殻模様など、様々なものがある。興味深いことに、マヤゴ自身の数の数え方はご信法的ではない。20以上の数については、暗いドリキ数法を使用する。小さい桁を下に、大きい桁を上に、縦に並べて書く。 二重進法なので、二回となる整数、第二位は二重の位、三回となる整数第三位は四百の位、四回となる整数第四位は八千の位、五回となる整数第五位は十六万の位である。ただし、マヤ文字でクライドリ表記を使っているのは、ドレスデンエ文書に見られる、定算表と天文学計算の箇所だけである。クライドリ記法の代わりに、 月の形をした文字が20を表すことがある。作望月の日数を表すのに29日が月プラス9で、30日が月プラス10で表される。当時体と呼ぶ神の顔を表す文字や、全体と呼ぶ神の全身を描いた文字が、数字の代わりに使われることがある。こちらも0から19までの20種類がある。10を表す文字は、 頭蓋骨であり、13から19までの顔は3から9までの顔の一部分を頭蓋骨に変えたものと考えられる。ラモハーラ石碑のマヤ数字。最も左の行に8.5、16.9、7点と棒を使った文字表記は、マヤの石碑や絵文書で使われるために、マヤ数字と呼ばれているが、マヤ以外のいくつかの文字体系でも共通して用いられる。 メキシコのベラクルス州ラモハーライ席の一号石碑では独特の文字で碑文が書かれているがその最も左の行に上から順に8.5、16.9、7を意味する数字が彫刻されている。これは長期歴で西暦156年の日付を表す。同様のテント棒による数字表記はサポテカ文字にも見られる。マヤ歴には他のメソアメリカの暦と同様。 一年が365日のハーブと一年が260日のソルキンという2種類の暦があった。ハーブは20日18ヶ月とワイエブという余分の5日から構成される。各月には専用の名前があるが、月内の各日1から19は数字で表され、月を表す記号の左に接して書かれた。またソルキンは特別の名を持つ20日の周期と1から13。 までの数字によって表される周期の組み合わせによっていた。いずれも数字は点と棒の組み合わせによって表される。ソルキンとハーブの組み合わせによる約52年の周期をカレンダーラウンドと呼ぶ。これに対して長期歴は5桁の数字によって表される日付である。各桁は概ね20進法になるが、ミナルのみは18ヶ月しかなく。 したがってトゥンは400日ではなく360日の周期になる。ユニコードバージョン11.0から U プラス 1D2E0、U プラス 1D2FF にマヤ数字が定義されている。ありがとうございます。